マリア・ヨーゼファ・ヘルメン・ギルデ・ホム・ウント・ツー・リヒテンシュタインは、リヒテンシュタイン家の皇后なで、ハンガリー貴族のエステルハージでガランタ公、ニコラウスの妻。リヒテンシュタイン公、フランツ・ヨーゼフ・一世と、その妻レオポル・ディーヌ・フォン・シュテルンベルクの間の、末娘として生まれた。1783年9月15日に、ウィーンにおいて、エステルハージ家の子,子であるニコラウスと結婚した。 夫は1809年のバグラムの戦いの直後、フランス皇帝ナポレオン一世からハンガリー王位につくよう打診されたが、ハプスブルク家に対する忠誠を守ってこの申し出を拒否した。マリア・ヨーゼファ・ヘルメンギルでフリードリヒ・エーレン・ハインツが1776年、マリア・ヨーゼファ・ヘルメンギルでは夫と共に文芸の被護者として知られ、特に作曲家、 フランツ・ヨゼフ・ハイドンのパトロンとして有名だった。コーヒは1796年から1802年にかけての6年間、ハイドンに自分の生命祝日のためのミサ曲を毎年1曲ずつ作らせた。戦時のミサ、オフィダのセーベルナルドの賛美のミサ、ネルソンミサ、テレジアミサ、天地創造ミサ、ハルモニーミサの6曲である。ありがとうございます。